大変長らくお待たせいたしました。本日司会を担当させていただきます社会教育課長の水林でございます。よろしくお願いいたします。定刻となりましたので、ただいまより子ども議員と発表団体が入場いたします。皆様盛大な拍手でお迎えください。子ども議会を始める前に本日までの経緯をここでご紹介いたします。子ども議員は中学2年生3年生の合計18名からなり、8月8日の任命式で任命されました。本日に至るまで8月8日と19日、そして10月26日の3回にわたる事前学習会で市政や議会についての知識を深めていただくとともに、4グループに分かれて議論いただく内容をグループ内で何度も話し合っていただき、本日を迎えております。また最後には発表団体として紀の川支援学校からの発表がございます。それでは子ども議長、よろしくお願いいたします。議長席へ移動をお願いします。皆さんこんにちは。子ども議会の議長を務めさせていただきます高野口中学校の山村です。一生懸命頑張りますので、皆さんご協力よろしくお願いします。この度の子ども議会ですが、基本的には市議会の形式により行います。しかし途中で議長が交代するなど、議事運営は市議会と全く同じとはなっておりませんので、あらかじめご了承いただきたいと思います。なお各グループの一般質問の持ち時間は25分とします。本日の議会にあたり、私たち子ども議員が日頃考えていることや聞いてみたいことなどから、自分たちの視点で橋本氏のことを考え、話し合いを行い、一般質問の内容をまとめました。これから子ども議会が発表する質問や提案をぜひ橋本氏のまちづくりに生かしていただけたらと思います。ただいまより平成28年度橋本市子ども議会を開会いたします。開会にあたり、橋本市を代表して市長にご挨拶をいただきます。平木市長、よろしくお願いします。平成28年度橋本市子ども議会に議会開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。日増しに寒さが加わり、秋が深まる季節となってまいりました。さて今年度より橋本市子ども議会を開催することになりました。橋本市子ども議会は市内中学生を代表する子ども議員の皆様に、市政の取り組みや議会の仕組みについて学んでいただき、市政に関心を持っていただくとともに、本日ご提案いただける内容について反映できるものはぜひ市政に反映したいという思いから開催させていただきました。子ども議員の皆様には、本日に至るまでの間事前学習を行い、万全の準備をもって本議会に迎えていただいていると思います。現場では議場では中学生らしい若者の視点から斬新なアイデアや鋭い意見を聞かせていただけるものと楽しみにしております。
また紀の川支援学校におかれましては、発表団体として最後に、学校独自の取り組みを発表をしていただけるということで楽しみにしております。最後になりましたが、本日の議会がより良い議論の場となることを期待いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いをします。平木市長、ありがとうございました。それでは一般質問を始めます。順番1、チームオムレツ、はい、チームオムレツ チームオムレツは須田中学校の水口議員、橋本中央中学校の田中議員、君北中学校の宇戸議員、紀の国子どもの村学園の永田議員、同じく米田議員の5人です。よろしくお願いします。橋本市は山に囲まれ、紀の川が流れ、豊かな自然に恵まれています。それは橋本市の大きな魅力の一つだと思います。しかし、放置されている杉やヒノキの植林がたくさんあります。また、アライグマやウシガエルをはじめ、外来種が生態系のバランスを崩したり、人間の生活に害を及ぼしていることがあると思います。そこで私たちは、橋本市の自然環境についての一般質問をさせていただきます。私たちの住む橋本市は市の面積の 57% を森林が占めており、見渡す限り森林に囲まれています。それは橋本市の魅力の一つだと言えます。しかしその森林は所有者に手入れされていなくて、ほったらかしの状態のものが多くあります。今後、市としてはその森林をどのように維持・整備をしていくのか教えてください。橋本市には、ヒメタイコウチ、モリアオガエル、珍しい野鳥などの貴重な生き物がたくさんいます。しかし、それらの生き物たちは、レッドデータに入っていたり、絶滅危惧種になっていたりと数が減っています。市ではそれらの貴重な生き物を保護していくような活動をしているのか教えてください。今、日本全国で外来種に関する問題が多発していると思います。私たちの身近なところで言えば、スイカやタケノコ、サツマイモなどの外来生物による農作物の被害がたくさんあると聞きます。その一例として、外来種のアライグマは駆除するために動いていると市役所の方からお聞きしましたが、他の外来種、ブラックバス、ウシガエル、オオカナダモの対策はしているのか教えてください。以上、答弁よろしくお願いします。チームオムレツからの質問、橋本市の自然環境についてに対する答弁を求めます。経済推進部長。森林の維持整備についてお答えします。皆さんが大人になり、またその先の未来も橋本市の森林を維持するためには
行政と森林の所有者、またここにおられる皆様方を含め、市民が継続的に森林のことを十分理解し、みんなで協力しながら保全に取り組むことが大切です。橋本市の森林は、市面積の 57% を占め、その多くが私たちの生活に必要な水資源の貯蔵や土砂災害の防止といった命を守る役割を持っています。さらに森林には人間が生きていくのに必要な酸素を供給し、二酸化炭素を吸収するなど、私たちの暮らしになくてはならない機能も併せ持っており、森林と人々の暮らしは切っても切れない関係にあります。そこで私たちは、森林と人々の暮らしとの関係に最大限配慮した森林づくりをはじめ、健全な姿で未来に引き継がなければならないと考えています。橋本市の森林状況は、森林面積の約 65% が杉やヒノキなどの人工林が占めており、クスノキやカシ類など天然林が少ない状況にあり、なおかつ手入れされていない森林が少しずつ増えています。今後、森林をどのように維持整備していくのかといいますと、すべての森林を一度に維持管理することは現実的ではありません。多面的な機能が特に高いと考えられる地域の森林や、住宅に近く、人間と密接な関係にある森林などを優先し、森林所有者と市や県などの行政機関、それを整備する森林組合の3者が協力して、計画的に整備を進めていきます。また森林には多くの生物が生息し、紅葉など季節ごとに表情を変える自然の豊かさを併せ持った人々の身近にある森林もあり、そういった森林を里山と呼んでいます。その里山の維持は昔から地域の住民によって管理されてきましたが、近年では地域で管理をするのが難しくなっているところがあります。そのため、都市の住民などが里山の必要性に気づき、森林づくりに大きく関わろうとする活動が始まりつつあります。森林に今まで関心のなかった人々に、里山の必要性を理解していただき、自発的な維持活動を促していけるよう、啓発していきたいと考えています。最後になりますが、子ども議会の皆さんが森林環境に関心を寄せられたことに感謝を申し上げるとともに、これからの森林の維持整備の活動へのご協力も併せてお願いし、答弁といたします。教育部長。次に、貴重な生き物を保護していくような活動についてお答えします。ご質問のように、橋本市には和歌山県のレッドレーターブックに掲載されている絶滅危惧種生物が多数生息しています。中でもヒメタイコウチは、和歌山県下では橋本市だけに確認されている種で、その他香川県、兵庫県、奈良県、三重県、愛知県、岐阜県、静岡県などに分布しています。体長2センチくらいの昆虫で、池や沼の周辺の湿地などで生息しています。呼吸管が短く、タイコウチのように水中を泳ぐことができません。また、羽はありますが、飛翔することはできません。そのため、離れた場所に生息地を移すことが難しい昆虫です。一般に昆虫は生息環境が合うと爆発的に増えていきますし、合わなければ少なくなっていき、あるいは絶滅してしまいます。地球上に生物が生まれて以来、それが繰り返されてきました。ヒメタイコウチは、全くの自然環境よりはむしろため池や水田、それを結ぶ水路など、
農村環境に適合して生きてきた昆虫と考えられ、人間の作った環境を生息の場としてきました。ところが近年、開発による土地の造成が行われたり、休耕田が増えたりして、かつての農村風景が次第に消えつつあります。こうした状況にあって、ヒメタイコウチを保護する方策の一つに、開発される場所に生息するヒメタイコウチを別のところに移すことが考えられます。ヒメタイコウチの生息環境に合わないと、移植しても絶滅してしまいますし、生息環境が合うところはすでに生息しているヒメタイコウチがいます。ヒメタイコウチの生息地は餌となる昆虫や生息できる範囲が限られているので、生息数も限られています。たくさんのヒメタイコウチを移してきても、多くは自然淘汰されて元の生息数に戻ってしまいます。結局はその生息地を混乱させるだけとなってしまうのです。自分の土地を造成して自分の家を建てることを禁止することはできませんので、条例を作って開発を禁止することはできません。また橋本市では平成25年度にヒメタイコウチの生息調査を実施しましたが、ヒメタイコウチは高価な値段で売買されているため、生息地を公表すると不法な業者による混乱、乱獲を招くことになり、安易な対応はできない状況にあります。これらのことにより、橋本市としては、市の所有地のうち、ヒメタイコウチの生息地周辺区域に環境をできるだけ変えずに保全していく場所を設け、ヒメタイコウチを保護していきたいと考えています。また、ヒメタイコウチは三重県の桑名市や愛知県では、天然記念物に指定されていますし、奈良県では条例を制定して、特定希少野生動植物に指定されています。橋本市では、これらを参考に保護の在り方を検討しているところです。市民生活部長。次にご質問の外来種の対策についてお答えします。外来種への対策は主に国と都道府県が担当する業務で、橋本市のような小規模な市町村では一般的に独自の対策等は特にしていません。しかし皆さんもご存知の通り、外来生物は人為的に持ち込まれた背景があり、在来種の動植物を捕食したり、植物や繁殖場所など生態環境を奪うことで競争種などを減少させたりし、生態系のバランスを崩すと大変大きな影響を与えています。環境省では外来生物法に基づく防除について、法の制度の中で種の保全を図ることとされている地域など、全国的な観点から優先度の高い地域から対策を進める必要があるとしています。今後外来生物による被害と取るべき対策を認識した上で、外来生物の適切な管理と防除が必要と考えられます。市としてはこうした点を踏まえて、必要に応じて国や和歌山県等が行う対策と連携していきます。チームオムレツは再質問ありますか。チームオムレツ。里山の自発的な維持活動を促していけるような啓発とは、具体的にどのような取り組みでしょうか。市長。は
はい、それではチームオムレツの再質問にお答えをします。自発的な維持活動を行っている地域として現在柱本地区があり、地元住民と大阪などから移り住んだ住民が橋本市自然環境環境保全会という団体を通じて活動をしております。地域に広がる里山と棚田を維持管理しつつ、その良さを良さに関心を寄せる民間企業などと連携して交流イベントを開催するなど活動をしております。本日としましても、このような自主的な活動を行っている地域を例に挙げ、地域や郡、都市部との方々との連携すれば、素晴らしい里山づくりが可能になるのではないかというふうに思いますし、ホームページやフェイスブックなどで情報発信を行っていこうと考えています。今県の方でも企業の森という制度がありまして、そういう企業のに一定の山を貸しして、それを整備していくっていう、今現代和歌山県ではその整備手法を取っています。でこれから今非常に皆さんいい質問をいただいておるんですけども、今の人工林っていうのはほとんど土がなくなって岩になって草が生えていない、大雨が降れば一気に水が来るというふうに川の導水にも非常に大きな影響を与えています。まあ、その中で私たちがこれからやっていかなきゃならないのは、まあ、県の森づくりデーっていうのがありまして、それを使って区や自治会あるいはそういう個人の山の持ち主さんと協力して森づくりデーを使った整備っていうのをしていく方法があると思っています。ただ今大変難しくなっておりますのが、林業の高齢者後継者が今橋本市でも、十数人ぐらいしかいないというふうな状況もありまして、今後の課題としてそういうところを取り上げていく必要があるのかなというふうに思っています。チームオムレツは再質問ありますか？チームオムレツ。いろいろ調べていただきありがとうございました。私たちもできることを考え努力していきたいと思います。以上でチームオムレツの一般質問を終わります。順番1、チームオムレツの一般質問は終わりました。次の質問に移ります。順番に、子ども社会 B、はい、子ども社会 B、 子ども社会 B は須田中学校の大畑議員、同じく土本議員、小佐田ヶ丘中学校の堂本議員、君東中学校の山崎議員、同じく向井議員の5人です。よろしくお願いします。僕たちは子どもの遊びについて話をしました。小学5、6年生の時まで夏休みなどに岸上子ども館でお母さんに車で送ってもらっていろいろな体験をした子ども議員がいました。また友愛児童館が近くにあり、学校の帰りに卓球やトランプをした思い出がある子ども議員もいました。
他の子ども議員は児童館に行ったことがありません。近くに児童館がなかったことも理由にあると思いますが、子ども館の職員の方に話を聞いて、母親交流などのさまざまな活動をしていることが分かりました。また、自分の家庭でも使わなくなったり、小さくなった服等を他の人にあげたり、もらったりしています。親同士が仲良くなって悩みを話す場があれば、もっと子育てしやすくなると思います。このことから、子ども館でリサイクルの取り組みをしたらどうかと思い、提案します。私たちは少子化対策として交流の場が必要だと思いました。そこで一つの行事としてリサイクル祭りを開催したらどうでしょうか。このリサイクル祭りの中で保護者同士がいらなくなった育児用品を必要な方に提供したり交流できる場を作って、子どもに対する悩みなどを話し合う機会を設けるのはどうでしょうか。以上、答弁よろしくお願いします。子ども社会 B からの質問項目、児童館のリサイクル体制についてに対する答弁を求めます。教育長。児童館のリサイクル体制についてお答えします。橋本市では児童館に限らず子育て世代間の交流は重要であると考えています。現在市内で活動している児童館は岸上子ども館、原田子ども館、友愛児童館、名護祖児童館の4館です。実際に児童館を利用されている保護者同士で個々のリサイクルをされておられる方がいるのも現状です。議員ご提案のリサイクル祭りですが、児童館では年間スケジュールを決めて事業を実施していますので、リサイクルに特化した一つのイベントをすぐに実施することは困難です。しかし児童館の取り組みとして、各児童館にリサイクルボード、掲示板を設置し、リサイクル用品について譲ってほしいものと譲りたいもののコーナーを作り、情報交換の場所として、またリサイクルの橋渡し役として児童館を活用することは可能であると思います。また児童館は手作りと遊びを活動のテーマとしており、リサイクル物品の物々交換の場に終わらず、リサイクル品を使ってのリメイク事業をリサイクルパークとして取り組むことにより、児童館が保護者の交流の場になると考えます。さらに児童館として取り組んでいる夏休み子ども祭りや健やか橋本学びの日のイベントにリサイクルコーナーを設けることなども児童館の職員から意見が出ています。各児童館で実施可能な児童館らしい特色ある企画を立てるなど、リサイクル関連の授業の実施について前向きに検討していきます。子ども社会 B は再質問ありますか。子ども社会 B。 各児童館にリサイクルボードを設置するとありますが、各児童館のみであれば児童館を利用しない市民もいると思います。実際に設置できる場所は単にありませんか。教育長。はい、今子ども社会 B の議員の皆さんのご質問ですが、ご提案いただいたサイクルボード、いわゆるサイクルの掲示板の設置については、
初めての取り組みとなります。リサイクル希望の情報の整理やリサイクルのシステムが確立していないときに、同時に多くの場所で実施して混乱が生じてしまいますと、利用者の皆様にご迷惑をかけてしまう、そういう可能性もありますので、まずは試しに四児童館にリサイクルボード、いわゆるリサイクルに関する掲示板を設置したいと考えています。また、多くの皆さんに活用していただけるように、児童館報や市のホームページ、橋本市の子育て情報サイトのハピモト等、多くの方法で広報していきたいと考えています。今後は利用状況を見ながら、他の施設、例えば健康福祉センターや教育文化会館、また地区公民館、子育て支援センター等での実施も今後検討していきたいと思っています。子育てに対する悩み等を話し合う機会を設け、交流の場が必要だと思うとの質問にお答えできるよう、児童館がその担い手となって取り組んでまいります。また、議員、おただしの、リサイクルという形だけではなくて、地球の資源を大事にする、いわゆる、地球は未来の子どもたちへの贈り物であるという意識を持っていただくためにも、リサイクルのみに、特化せず、例えば、制服や体操服の再活用、いわゆるリユース、それから原料を減らしていく、使用する原料を減らすリジュース、そして今新しく言われているのはリフューズ、いわゆる不必要なものはちゃんと断っていくというリフューズ、そういう、態度を養うように、また学校現場でもお願いして取り組んでいただきたいと、そのように思っています。子ども社会 B は再質問ありますか。子ども社会 B、 児童館でのリサイクルと言いましたが、実際に児童館を知らない市民もいると思いますので、健やか橋本学びの日などでリサイクルを やった方がいいと思います。教育長。答弁ありがとうございました。以上で子ども社会 B からの一般質問を終わります。順番に子ども社会 B の一般質問は終わりました。ここで約10分間の休憩を取りたいと思います。14時45分より再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。順番3、チーム C、はい、チーム C、チーム C は橋本中央中学校の富岡議員、君北中学校の柿花議員、小佐田ヶ丘中学校の木村議員、高野口中学校の中西議員の4人です。よろしくお願いします。僕たちのグループは観光事業についてお尋ねします。僕たちは橋本市に観光客を呼び込むための政策としてグルメ列車を思いつきました。具体的な内容はその地域の特産物を使った食べ物を各駅において売り出すというものです。そこで2つの質問を行います。1つ目にグルメ列車を始めてみてはどうでしょうか。2つ目に橋本市では今オムレツの街としていますが、グルメ列車を使い広めてみたらどうでしょうか。以上、答弁よろしくお願いします。
チーム C からの質問項目、環境事業についてに対する答弁を求めます。経済推進部長。観光事業についてお答えします。経済波及効果の大きい観光事業は地域活性化、雇用機会の増大などの効果が期待でき、地域活性化には欠かせないものであります。橋本市ではこれまで関係する団体の皆様と一体となって橋本観光戦略協議会を設置し、観光振興の在り方などについて検討してきたところです。その中で橋本市には観光資源が少ないこと、また行政主導の観光振興には限界があることなど問題点が多く出されました。その結果、今後の観光振興の在り方としては行政主導ではなく、あくまで民間主導でアイデアを出してもらい、広域連携による観光振興を進めていこうと考えています。そこで一つ目のグルメ列車についてのご質問ですが、グルメ列車といえばかつて食堂車のある列車が全国に数多く存在していました。しかし現在は少なくなっており、その代わりに旅の景色と美味しい料理を同時に味わうことができるレストラン特別列車が旅を優雅に楽しみたい人にとって人気となっています。このような現状から議員ご質問のグルメ列車を、例えば昔ながらの駅弁を復活させ、地域の特産品を使用した食べ物を売り出すことで商業の活性化にもつながるものと考えています。グルメ列車の運行は自治体の考えだけでは実施できないので、鉄道事業者はもちろん実際に出店いただく商業者などと調整が必要となってまいります。次に2つ目のグルメ列車を使いオムレツの街として広めることの質問ですが、グルメ列車の運行が可能になった場合、橋本オムレツはもとより四季折々の地元の食材を使用した料理を楽しめるレストラン列車の運行などさまざまなイベントが実施でき、橋本市を PR する観光資源として有効であると考えています。今後実施の可能性などについて観光事業者と協議できればと思っております。チーム C は再質問ありますか。はい、チーム C。 チーム C。一つ目に、鉄道事業者や出店業者等の調整が取れた場合、グルメ列車の運行は可能でしょうか。二つ目に、今後グルメ列車などの観光資源を増やしていく考えはあるのでしょうか。3つ目に、行政主導の観光振興と民間主導の観光振興とはどう違うのでしょうか。4つ目に、グルメ列車を実施する政策が厳しい場合、各駅に駅弁を置くという政策は可能でしょうか。以上、答弁をお願いします。市長。はい、チーム C の再質問にいたしまして、4点一括してお答えを申し上げます。まず最初に、鉄道事業者や、出店事業者等の調整が取れたら、グルメ列車の運行は可能かということについて、まずお答えをします。
まず、一番先に考えなきゃいけないことは、その走らすことによって、採算が取れるかっていうふうなことを、やはり出店事業者であったり、鉄道会社と話をしていく必要があると思います。でやはり今走っているレストラン列車っていうのは非常に、列車も改造して高額なお客さんを集めるっていうのが、主流になってきております。で果たしてその橋本市との産物だけでグルメ列車を走らせるかっていうのは少し難しい問題もあると思います。やっぱり、その走らすコースとして例えば南海から JR に入って近鉄に入って普段走れないルートを走らすことによって、そういう事業者もそこなら協力しましょうかというふうなこう話になってくるのではないかと思います。和泉様としても、JR あるいは南海電鉄あるいは近鉄であるとか、まあ、鉄道事業者さんやレストラン事業者さんと、意見が一致した場合、なかなか、橋本氏だけの産物っていうのは難しいんじゃないかと思いますけども、まあ、地域沿線の自治体と協力して取り組めていければそれは可能になるのではないかとは思いますが、まあできるだけ橋本氏を売り出す一つの手段としてせっかくご意見いただきましたから検討をしていきたいというふうに思っています。2番目の今後観光資源を増やしていく考えはありますかという件にお答えをします。まあ、これにつきましては先ほども部長答弁しましたように観光というのを広域で捉えていくっていう一つの方向性を持ってます。で、まあ、残念ながら橋本市には、まあ、たくさんの観光資源があるかというとこうあまりなくて逆に各地域に散らばっているというふうな問題もありましてなかなか橋本市だけのものでは難しいなというふうに認識をしています。で、まあこの10月24日に黒子道が世界遺産の追加登録をされましたけども、まあ、これも他の地域は建物があったり、まあ、ニューズ姫神桂木町でしたらニューズ姫神社があって久手山町だったら慈尊院があったり今やってる真田幸村の家があったり、まあ、いろんな条件があるんですけども、まあ、橋本市はなかなか世界遺産の黒子道をメインとした観光というのはなかなか難しいなというふうに思ってて逆に今度先ほど民間事業者の話出てましたけど来年の4月から DMO という民間主導の観光戦略を進めていくというふうにしてます。まあそういう地域の広域で地域の財産を使わせてもらいながら橋本氏にお金を落としていただくような仕組みを考えていきたいと思っています。でもう一点は農業体験をこれからまあ民泊もそうなんですけども農業体験を主にした観光客の受け入れっていうことを考えていきたい。インバウンド海外の訪日客であったりそれ都会の人に橋本氏の農業を体験をしていただくと、まあ、そういうふうなこれから取り組みも必要となってきますのでこういうところにもしっかりと手当てをしていきたいというふうに考えています。まあ、次に行政主導の観光振興と民間という主導の違いというのは行政っていうのはまあどちらかというとこういうところがありますとかというポスターであるとか限られた資源の中でここはこういうこの秋はこういうイベントをしましょうというふうなものになりがちなんでこれから民間の人たちに橋本氏にお金を落としていただけるような取り組みを民間主導でですからこれは29年4月からここの部分は今
橋本市観光協会ってあるんですけど、ここの部分もその DMO というところにお願いをして、本当に橋本市にたくさん、橋本市やこの広域の地域に多くの観光客を来ていただくというふうな取り組みをすることとしています。行政はなかなか平等性とかあって銃に振る舞えないところがあるので、その辺を民間の事業者さんにカバーをしてもらうというふうな今現在方向で考えてますので、また逆に議員の皆さんからもっとこういうことしたらいいという提案をいただければ、橋本市としても採用していけるのではないかというふうに思っています。で、各駅に駅弁を置くという政策は可能でしょうかっていう件ですけども、実は私も去年ぐらいから考えてました。ちょっとオムレツを先行させたんで、これを両方やるっていうのはなかなか難しくて、そして橋本氏も昔、私らが中学校、小学校、中学校ぐらいの頃駅弁を売ってました。あゆ寿司であったり柿の葉寿司であったり、まあ、あのお弁当であったり、まあ、駅前で、そういう駅弁の販売をしてました。で、私もなんとか今、高野山の1200年であったり真田丸であったり、そして今、訪日外国人も増えてきてる中でもありますし、そして他県からたくさんの観光客も来ていただいてますんで、でまあ、高野山行くったら大概 JR 南海で、行きますので、そこでやっぱり駅弁売れないかなというようなことも、まあ、ある事業者さんにも当たってたんですけども、なかなかやっぱり駅弁を売るっていうことに対してのやっぱり一番大切なことは採算性が取れるかっていう、いくつ売れるのかとか、まあ、そういうことを考え、事業者さんも考えますので、まあ、そういう中で今後、まあ、オムレツはこれからまたどんどん進めていきますし、駅弁という部分でも私はやりたいとずっと考えてますので、一度仕出し屋さんとかお弁当屋さんとかも協議をさせていただいて、駅弁をやりませんかという取り組みをしていきたいなというふうに思っています。大変、橋本氏にとってもプラスになるお話をいただきましたので、なんとか前へ進めるように努力をしてまいります。チーム C は再質問ありますか？はい、チーム C。 チーム C。答弁ありがとうございました。以上でチーム C の一般質問を終わります。順番さん、チーム C の一般質問は終わりました。ここで副議長の堂本議員と議事進行を交代します。堂本議員、よろしくお願いいたします。議事進行を交代しました副議長の堂本です。よろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。順番4、チーム D。はい、チーム D。 チーム D。
チーム D は初芝八本中学校の土谷議員、同じく東俣議員、小佐田ヶ丘中学校の野中議員、高野口中学校の山村議員の4人です。よろしくお願いします。スポーツ面からの進行についてお尋ねします。今全国的に小学生の体力低下が問題となっています。例えばソフトボール投げの記録が年々減少している現状があります。これは公園等でキャッチボール等ができないことも要因の一つであると思います。市内には公園はたくさんありますが、小さい子やお年寄りが過ごしていることが多く、私たち中学生が身近に球技を楽しめる公園はあまりありません。そこで身近にある公園でもっと手軽に球技が楽しめるように公園を整備していくことはできませんか。2つ目の質問です。今橋本市はスポーツの面では正直あまり目立っていません。そこで橋本市出身のスポーツ選手を活用し、知名度を上げることを積極的に進めることを提案したいと思います。橋本市では昔オリンピックで金メダルを取った前畑秀子さん、古川勝さんの名前のついた水泳大会がありますが、市外や県外からも参加があるような、そしてオリンピッククラスの選手が参加するような大きな大会にしていくことはできませんか。また現在プロ野球 DeNA ベイスターズで活躍している筒香選手も橋本市出身です。少年野球をやっている子どもも多いので、筒香選手の名前のついた記念大会を開催し、県内外からも参加してもらえるようにできないでしょうか。以上2点の質問についてよろしくお願いします。チーム D からの質問項目、スポーツ振興での町おこしに対する答弁を求めます。建設部長。手軽に球技を行える公園の数を増やしてもらえないかというご質問にお答えします。橋本市内には市が管理する公園が多数ありますが、本来は市民の誰もが自由に使えるはずの公園が、時代の流れとともに遊ぶ子どもの声がうるさい、幼児も利用するので危険、公園からのボールが家に当たったなどの苦情が寄せられるようになりました。市としては苦情が来て危険性や被害が出る可能性があると判断した場合には、公園の近くに住む人や他の利用者への配慮から、他の人の迷惑となるボール遊び禁止などの看板を設置してきました。しかし一方で、近年、昔のように公園でボール遊びができるようにしてほしいとの意見が、橋本市だけでなく、他の町へも出されるようになってきています。これを解決するためには、ボール遊びができる公園を新しく作ったり、フェンスを張る工事を行ったりすることが考えられますが、広い土地やたくさんのお金がかかることから実現するのは難しい状況です。そのため、他の町では今ある公園である程度の広さがある場合には、ボール遊びができる日や時間、できる遊びやボールの種類、範囲などのルールを決めて使用できるかどうかの試みを行っているところがあります。またボール遊びをする子どもや他の利用者、近くに住んでいる人たちなどにこうした取り組みを理解してもらい、合意をしていただくためにアンケートなどを実施して意見を聞いたりもするようです。今後橋本市でもボール遊びができる公園を増やすことができないかどうかを判断するために、他の町での取り組みを調査して参考にしたいと思います。
教育部長。次に橋本市出身のスポーツ選手で活躍した人をさらに活用し知名度を上げることは可能であるかとのご質問にお答えします。橋本市の名誉市民である前畑秀子さんは1936年ドイツで開催されたベルリンオリンピックの女子200メートル平泳ぎに出場し日本女性としてオリンピック史上初となる金メダルを獲得しました。橋本市では来る2020年に開催される東京オリンピックを盛り上げていく意味も込めて今こそ前畑さんの偉業や功績を数多くの方に知ってもらいたいと考えており現在 NHK 朝の連続テレビ小説朝ドラ化の実現に向けて朝ドラ誘致実行委員会を立ち上げ精力的に活動を展開しています。朝ドラ誘致が実現されれば橋本氏の知名度を上げるだけでなく市民一人一人にも偉大な先輩がいるということを再認識していただき地域の誇りを持ってもらえる絶好の機会となると考えられます。まず1点目の前畑古川記念大会を大規模な大会にすることについてお答えします。毎年8月に開催している前畑古川記念水泳大会は橋本市運動公園に設置されている50メートルプールが会場となっています。この会場で開催できる最も大きな大会は公式戦としては県大会レベルまでとなります。これ以上の大会を開催するにはサブプールや観客席の設置が必要となることから莫大な費用が必要となります。またそれらを建設する場所がないのが実情でありますので前畑古川記念大会を大規模の大会にするためには既存のプールを利用しながら市水泳協会とも協議し水泳の町橋本をアピールできる方法を検討していきたいと考えています。次に2点目の筒香選手の大会などについてお答えします。日本を代表する野球選手の一人であるアメリカメジャーリーグで活躍するイチロー選手が大会長を務めるイチロー杯争奪学童軟式野球大会は本年度で20回目を迎えた非常に有名な大会です。この大会はイチロー選手自身が抱いていた野球の底力を広げたいという思いを地域の人たちが実現した大会と言われています。同じように筒香選手の名前をつけた大会の開催にはまずご本人の意向を確認することが必要であります。また少年野球などの地域団体が主となり大会を開催したいという思いを広く醸成する必要があると考えます。その結果開催に向けての機運が高まりかつ筒香選手から大会開催の意思があることが確認できた場合はその思いを筒香選手に届け大会が実現できるよう市としても努力していきたいと考えています。チーム D は再質問ありますか。チーム D。 ボール遊びができる公園についての再質問です。新しく整備することは難しいことはよく分かりました。またボール遊びができる公園を増やす工夫についてはご検討をお願いします。しかし津田幼稚園、橋本小学校、西部神室中学校跡地など市の所有地で空き地はいくつかあります。これらの土地はすでにフェンス等が設置されてあり子ども等の声に付近の住民も慣れていると考えられ利用しやすいと思いますがこれらの土地を有効活用し球技ができる公園として整備することについてどう考えられますか。
教育長。はい、今、おただしのチーム D の議員の皆さんのご質問にお答えします。橋本市には議員おただしの中学校跡地のグラウンド以外にもたくさんの施設がございます。例えば、保育園、幼稚園、そして小学校、中学校、それから先ほどからのご質問ありましたように児童館、また公民館、その他たくさんの公共施設を有しています。この公共施設というのは年次老朽化してまいります。この公共施設をどのように活用していくかということは橋本市にとっても大変大事な問題でございます。そんな中で、現在橋本市では橋本市公共施設総合管理計画というのを策定しております。公共施設を今後どのように管理していくかということでの検討を進めているところです。その中で、維持費、例えば電気代であるとか水道代であるとか、また除草とか、そういうふうな維持費のかかる市の施設のうち売却等の処分ができるものについてはできるだけ処分をしていく。ランニングコスト、いわゆる維持管理費のなるべくランニングコストを少なくしてスリム化を図る、そういう方針を取っています。須田幼稚園跡地の一部はすでに、地元の国集会所として建物とともに売却をしています。売っています。また須田保育園跡地についても今後売却の処分の予定を持っています。また、西部中学校及び神室中学校跡地については橋本中央中学校に統合する際の地元区との約束として地元区の要望も十分聞きながら跡地利用を進めてまいりたいと、このように考えています。特に神室中学校跡地につきましては神室地区公民館の建て替え等の要望がありますので、できるだけその意向に沿った利用を検討しているところです。なお西部中学校跡地及び橋本小学校跡地については現時点では利用計画は未定となっておりますので、今後検討していくことになります。チーム D の議員よりのご質問の球技などができる公園として整備していくことも選択肢として十分考えられます。今後検討を進める上で大いに参考にさせていただきたい、このように思っています。チーム D は再質問ありますか。はい、チーム D。 チーム D、前畑秀子古川勝記念大会をもっと大きな大会にするという提案ですが、サブプールが必要となりますのでできないことが分かりました。しかし橋本市民プールを利用するのではなく、昨年国体で使われた秋葉さんプールを利用することも考えられます。他府県からもたくさん人が集まることができるので、前畑秀子古川勝記念大会を公式大会とし認知度を上げることができると思いますが、いかがですか。市長。はい、チーム D の再質問にお答えをします。秋葉さんプールでの開催ということで、私もあそこの施設は何回も見ておりますので、素晴らしい施設であります。で、残念ながら橋本市の市民プールでは、大きな大会ができませんので、議員言われた通りだと思います。その中で秋葉さんプールを利用していくとなれば、やはり、まず水泳連盟との日程調整であるとか、どういう和歌山県にも協力してくださいというところの部分も大変重要になってくると思います。で、大会運営するにあたってはそういう審判であったり競技補助員であったり、たくさんの人たちの力を
お借りしないとできないっていう問題もあります。まあ、そういう面で非常にハードルは高いんですけども、私たちとしてもなんとか大会ができるようになればなというふうに思っています。でこれから今先ほど部長答弁でもありましたように、前畑秀子さんを顕彰していこう、日本人女性初の金メダリストの朝ドラに挑戦というふうなことも現在取り組んでいます。来週11月の16日にはスポーツ庁長官の鈴木大地大臣ともお会いすることにしておりますし、まず何とか前畑秀子さんの顕彰が全国に知れ渡るように朝ドラ誘致を何とか仕上げたいなというふうに思っています。逆にそれができれば大きな前畑古畑記念大会っていうふうなことも可能になってくるんではないかなと思っています。とにかく東京オリンピックに向けてそういう取り組みを私たち自身もしっかり取り組んでいきたいと思いますし、今もう少し私たちが考えていかなあかんのは、橋本市民の人たちが前畑秀子さんの朝ドラを誘致しようという、 こう大きな うねりがもう少し起こってきてほしいなというふうに思っています。来年には朝ドラ誘致室を作って、そして、またこれから、どういう形で進めていくのか、国会議員にも働きかけもしますし、国の方も働きかけをしますし、岐阜市、名古屋市、まあ、岐阜市は前畑さんが結婚したところなんです。で名古屋市は杉村女学園というところで金メダルを取るために一生懸命練習をした場所であり、結婚してから子どもたちの水泳を指導をした拠点でもあるので、そこの3市、橋本、岐阜、名古屋という3市と協力をしながらなんとか朝ドラ誘致をしていきたいと。で当然、古川選手っていうのも金メダリストですので、まあ、いずれそういうふうな、名誉市民の皆さんのこう記念館みたいなのができて、そういうのでもっともっと前畑古川両金メダリストの偉業を称えていくっていうことも考えていかなくてはならないのかなというふうに思っています。まあ、大変、大切な重要なご質問をいただきましたので、できるだけこれから、朝ドラ誘致に向けてのさらなる努力と、前畑古川記念大会という冠がつくような水泳大会の開催に向けて努力をしてまいりたいと思っていますので、議員の皆さんにもぜひ前畑秀子朝ドラ誘致にご協力をいただくことをお願いをしまして答弁とさせていただきます。チーム D は再質問ありますか？はい、チーム D。提案を実行していただけるようによろしくお願いします。以上でチーム D の一般質問を終わります。順番4、チーム D の一般質問は終わりました。それでは議事進行を議長に戻します。
これをもちまして4つのグループからの一般質問と答弁はすべて終了しました。これにて一般質問を終結いたします。次に発表団体の発表に移ります。紀の川支援学校、これから紀の川支援学校の発表を始めます。5年前にプルタブを集めると車椅子に交換できることを知り、生徒会が中心となってプルタブ集めが始まりました。この時は学校の中だけで集めていたのでプルタブも少ししか集まりませんでした。その1年後、学校をきれいにしようと校内美化が始まりました。生徒会が中心となって学校の玄関や窓をきれいに掃除をしました。プルタブをもっと集めたい、学校の外もきれいにしたいという思いから、昨年校内で行っていた地域を活動地域へと広げていきました。プルタブ回収箱を小屋口町公民館、松原小屋口店、よってって小屋口店に置かせてもらいました。清掃場所もせせらぎ公園です。この活動を地域貢献として中学部全員で取り組みました。プルタブ集めでは店員さんにプルタブを回収しに来ました。ありがとうございました、よろしくお願いしますというのは少し緊張しました。でもたくさんのプルタブが集まっているのを見てびっくりもしたけど嬉しかったです。すごいと思いました。お店の人にお疲れ様と言ってもらえてとても嬉しかったです。地域清掃ではゴミ拾いを始めていろいろなゴミがたくさん落ちていることにびっくりしました。掃除をしてきれいになると気持ちが良かったです。地域の人にもありがとうと言ってもらえてとても嬉しかったです。ゴミが落ちていたら嫌な気持ちになります。みんなで掃除をしたら歩きやすくなると思いました。こういった活動を続けていく中で公民館の館長さんからビデオレターが届きました。とてもいい活動ですね、もっとプルタブ回収箱の設置場所を増やしていくのはどうかと言ってもらいました。それを聞いて自分たちで何ができるかと考えてプルタブ回収箱やポスターを作りました。新しく順天堂、ファミリーマート、郵便局、糸高校にもプルタブ回収箱を置かせてもらいました。館長さんに褒められたことが嬉しくてそれを励みに頑張りました。そしてだんだん集まってきました。プルタブのシールを貼るのが楽しみでした。目標用が集まってやっと集まったととっても嬉しかったです。車椅子が学校に届いて寄ってて公約地に渡すことが決まりました。贈呈式では学校のみんなに報告しました。学校のみんなが喜んでくれました。寄ってての店長さんに車椅子を渡すとありがとうと言ってもらえて嬉しかったです。プルタブを集めてきてよかったと思いました。寄ってってに行った時に入り口に車椅子が置いてありました。使ってもらえると嬉しかったです。この活動を続けていきたいと思いました。車椅子一体で終わりではありません。これからも誰かの役に立ちたい。地域の人たちと会話を広げていきたい気持ちでいっぱいです。そのためには皆さんの力が必要です。協力してこの発を広げていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんの
笑顔が一人でも多く増えていきますように。これで紀の川市営学校の発表を終わります。で、これをもって発表団体の発表は終了しました。座席に戻ってください。もう一度質問席の方に戻ってください。市長、はい、昨日川支援学校の皆さん発表ありがとうございました。そして、道路の清掃であったり地域の清掃をしていただきまして本当にありがとうございます。本当にきれいになっていると思います。私も一度、見に行っておきます。で、今プルタグ集めにつきましても本当に、地道にコツコツとした活動の中で、よってっての方に車椅子を起動されたということで、そこに買い物に来た人で高齢者の方、体の不自由な方、大変喜んでいただいていると思います。今私たちも橋本市も考えているのは今地域づくりをしていこうということで、地域で、いろんなことを協力して、してもらおうということを考えてます。特に災害の時で一番大切なことはまず自分の命を守る自助、これは自分の命を必ず守ってもらわなあかんのですけども、共助って言いまして地域の人たちで私たちがなかなか助けに行けないときに地域の人たちで助け合って、怪我人を救出していただいたり炊き出しをしていただいたり、そういうふうにこうしていこうと、また介護予防であったり健康寿命を延ばしていこうというふうな取り組みも地域の中で一緒に行政も協力しますから一緒にやっていきましょうというふうな考え方を持っています。この車椅子購入にあたりまして多くの地域の皆さんにも協力をしていただいた、そして市の支援学校の皆さんにも本当に毎日コツコツコツと集めていただいた、これこそ本当にこれから高齢化社会が進む中で大変地域と支援学校のつながりがもっともっとつながって深いつながりができてお互い困った時の助け合いというのもできることだと思います。今後ともぜひ続けていただいて、また道路の清掃もよろしくお願いしますし、また、よってであるとか順天堂であるとかそういうお店に車椅子を皆さんの力で置いていっていただければ私たちも大変嬉しいことです。そして支援学校の皆さんも地域の人たちとどんどんつながって仲良くしていただいて、そして災害が起こった時に逆に紀の川支援学校にもきっと炊き出しであったりいろんな面で地域の人たちが助けてくれると思いますから、これからもぜひ続けていただいて、そして紀の川支援学校の中でどんどん仲間づくりができて、そして人を思いやる心を持てるようにしていただいて、これからもぜひプルタグ集めを頑張って進めていただきたいと思います。本当に道路の清掃また車椅子の起動本当にありがとうございました。今後の皆さんと私どもとしてもできるだけの支援をしてまいりますので、これからも一緒に活動できたらなと思っておりますので、本当に学校へ帰られましたら
支援学校の皆さんによろしくお伝えください。今日は本当に事例発表ありがとうございます。これをもって発表団体の発表は終了しました。以上をもちまして橋本市子ども議会の日程をすべて終了しました。最後に閉会にあたり市長から挨拶をお願いします。市長。橋本子ども議会閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。平成28年度橋本子ども議会の閉会こう初めて、子ども議会というのを私も経験をさせていただきました。本当に、素晴らしい、提案そして議員の皆さんの、素晴らしい、考え方に、大変驚いてもおりますし、非常に今後期待をしていきたいというふうに思っています。今回18人の子ども議員の皆様から提案をいただきました内容につきましては今後十分に検討し反映できるものはぜひ市政に反映をしてまいります。また紀の川支援学校の取り組みにつきましては今後の地域の皆さんと一緒に清掃活動を続けていかれますようお願いを申し上げます。さて橋本氏は少子高齢化が進み人口減少という大きな難題に直面をしています。現在市が一丸となりチーム橋本としてこの難題に立ち向かっていますが子ども議会につきましても今後も続けてまいりますので中学生の皆さんをはじめとする若者の視点からまちづくりにへのご意見を頂戴したいというふうに思っています。最後になりましたが議員の皆様にはこれからも市政に関心を持っていただきまちづくりを担い手としてご活躍していただくことをご期待申し上げまして閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。市長ありがとうございました。また本日ご答弁いただいた方を含め当局側の皆様も私たち子ども議員のために出席いただきありがとうございました。これをもちまして橋本市子ども議会を閉会します。本当に皆様お疲れ様でした。最後に一度礼とそれからありがとうございましたで終わりたいと思います。全員ご起立願います。はい、礼ありがとうございました。長時間お疲れ様でした。